おはようございます。修華堂の田中です。ですね、先日、村山海太のことを日曜美術館でですね放送されました。村山海太の全貌というですね展覧会は実は最近というか2011年に岡崎市美術館でやりまして、で非常に作品数が少ない中で彼の展覧会をやるというのはなかなか大変なことだと思うんですけども、かなり画期的な展覧会がありました。でそれからも まあ、まだ少しずつ村山海太の作品というのはちょっとずつですが、まあ、出てきているようで、まあ、非常に判断が難しいですね、作品群なんですけども、まあまた新たな新発見なんていうことも出てきて、新しい展覧会なんかも行われていくと思います。で村山海太はですね、これこういう表紙ですけども、前回の展覧会はですね、やっぱり何といっても村山海太の真骨頂というのは荒々しいものでしょうね。こういう作品だとか、こういうね、立ち小便してる作品とか、やっぱり20歳前後の時に持ってたその人間のその自分っていうものの存在への荒々しいこう存在の驚きとかいろんなものがね出てる作品だと思います。まあ私どもでもまあたまたまちょっと何回かいろんな意味でお目にかかることもありまして、まあこれからもね何かありましたらこういう美術館の学芸員の方なんかとも、まあ、連携してですねきちんと判断していきたいと思っています。はい、ご連絡先はですね、買取集華堂のフリーダイヤルもお使いになりますし、 LINE で、QR コードで査定もできます。ぜひですね必要な方は